こんばんは、まちです。はい、ということで今日はですね、まあ、X パワーの第13話のシェアをしたいと思うんですけども、その前に一つあなたに質問したいことがあります。で、何ですかっていうと、人生最大の決断と言われたら何を思い浮かべますか？まあ、僕がそういうふうに聞かれたら間髪を入れず結婚相手と答えるんですよね。そう、今回の最新在宅情報 X ファミリーオフィスではこの人生の最大の決断、結婚について詳しくシェアされていました。正直この音声を聞くまでかなり結婚をなめていたなと思ってて、かなり深く反省してるっていうか、ちょっと本当にこの結婚生活頑張んないとなと。もう僕はすでにね、結婚してしまってるんで、結婚相手を今から選ぶってわけにはいかないんですけども、でも結婚っていうのはそんなに大事なのかと、かなり恐怖にブルブル震えてしまいました。まあね、そんな恐怖の結婚生活のお話をする前に、まずは下のリンクをクリックして、最もやってはいけないお金のミスっていうのをね、しっかりと確認しておいてほしいなと思います。そうってことで、そんなあなたの人生を確実に左右する天国と地獄の分かれ道、お金持ちになる結婚法についてお知らせしていきたいと思います。ってことで、まず結婚相手を選び間違うイコール死です。よく結婚生活は墓場と言われますが、これ相手によるんですよね。間違った相手を選ぶと全くその通りになってしまいます。そう、結婚相手を選ぶのを間違えるとマジで大変です。で、僕自身はね、離婚したことがないんですけども、まあ、僕の身近な親戚だったり、いろんな人、身近な人が離婚していますし、まあ、実際、僕自身も離婚に立ち会ったことっていうのがあるので、問題に巻き込まれたこともあるので、その大変さは本当によくわかるんですよね。そう、離婚をすればそれだけでほぼ無条件に資産は半分になりますし、まあ、男性の場合は養育費とか、まあ、親権の問題とか、もうそこに取られるエネルギーって本当に半端ない、言葉にできないほどもう甚大な、エネルギーの消耗なんですよね。そうで、まあ、生地ね、離婚しなかったとしても間違った相手を選んだだけで毎日がストレスになりますし、あなたがいくら頑張っても、もうそれがね、全部無駄になってしまうっていう、そういう人生が待ってるわけですよ。あなたが節約して質素に頑張ってお金を貯めても、奥さんがね、クレジットカードで買い物をして全部お金を使ってしまうっていうことは、もう本当によくある話なんですよね。まあ、逆のパターンもあります。奥さんがしっかりと貯金をするのに旦那さんが全部使ってしまうっていう場合もよくあります。で、実際に、僕の友人はですね、奥さんがクレジットカードで買い物しまくってですね、400万円の借金を作って、でそれを返すために、まあ、一度頑張って返したらしいんですよ。で、返したと思ったらまたすぐ数百万円クラスの借金を作っていたっていうね、まあ、ちょっと笑えないような話があります。まあ、結局彼は、その人とは離婚したっていう話なんですけども、ってことで、この結婚相手を選ぶってことが、まあ、どれほど大事なのかって、もう本当に感じてほしいんですよね。まあ、僕自身は今ね、奥さんを説得していろいろお金の価値観をすり合わせたり、まあ、いろんなことを話をしているので、まあマシにはなりましたけども、まあ、やっぱり価値観が、このね、今から紹介する価値観が合わない間はすごく大変でした。で、結婚相手を正しく選ぶときに最も大切なものは何かっていうと、お金の価値観なんです。つまりお金に対してその人がどういうふうに向き合ってるかっていうことが大事なんです。で、今回の音声を聞いて一番びっくりしたのは、結婚イコールビジネスっていう考え方ですね。で、実際に結婚してみて、まあ、家族を持ってみると、その通りだなってこう実感してます。だから愛があるとか、顔がかっこいいとか、スタイルがいいとか、セックスの相性がいいとかっていうのも、まあ、大事なんですけども、結婚した後はそれよりも完全にお金の方が大事になります。なんで、そういうね、結婚した後にはほとんど関係ないことにとらわれすぎて、
結婚する相手をね、うん、そのセックスとかスタイルとかそういうものを重視して選んでしまうとかなり後悔することになるだろうと、うん、予測されますね。好きだから結婚するっていうこの考え方は基本的に短期的な欲求を満たしたいっていう、まあ、爬虫類ですよね。爬虫類脳の考え、本能的な選択なんです。つまり長期的に見れば必ず失敗をします。もちろんね、好きっていう気持ちはすごい大切で、うん、大事にしてほしいなと思うんですけども、しかしそれはお金の問題をクリアしてからっていう話になるんです。つまりいくら好きでもお金の問題がクリアされてなかったらもう別れないといけないというか、もう一緒になっちゃダメなんですね。結婚はしちゃダメなんです。恋人でいればいいと思うんですよね。そうなんで、お金の価値観をしっかりとお互いにね、その金銭管理っていうのはスキルなので、それをしっかり磨いて、うん、お互いに結婚できる状態になってから結婚するべきだと、そういうふうにね思います。でまあね、そんな話をしてるわけですけども、うん、何もね、この今回の話はお金目的で好きではない人と結婚しろって言ってるわけじゃないんですよね。ただ結婚相手を選ぶのは極めて大切っていうことを言ってるんです。うん、すごくこのなんだろう、現代人はですね、愛とかルックスとかそういうのも大事にしすぎて、お金っていうのを軽視して結婚してしまってるから離婚率が増えてるんじゃないかなっていう考え方も、まあ、考えられると思うんですよね。そうで、音声の中でですね、まあ、平さんだったり高崎さんが、まあ、最後のシェアの部分で離婚の時に問題になるのは結局お金の問題だってね、赤裸々に告白されてたんですよ。まあ、それもすごく印象的だったんですよね。でやっぱり昔の人っていうのはその辺をわきまえてたのか、ほぼ 100% お金目的で結婚していました。親がね、この人と結婚するんだよって決めて、もう政略結婚ですよね。そのビジネスライクにお金のために結婚するっていう考え方が普通でした。そう、愛は結婚してから作るものっていった、そんな考え方が、まあ、浸透していたみたいなんですよね。結婚してから少しずつ好きになっていくっていうね、そういう感覚で結婚してたみたいなんですけども、まあ、そのやり方がいいか悪いかっていうのは僕には分かんないですけども、そういう側面もありだと思うし、うん、そういう側面も大事だと思います。好きとか感情とか愛とかスタイルとかルックスとかそんなものだけで選ぶような、そういう簡単なことじゃないっていうことですよね。うん、そう、結婚相手を選ぶっていうことはもっとね、慎重に大事に考えた方がいいってことです。で他にも音声の中では、まず結婚する前に必ずやっておくべきことだったり、結婚の費用を200万円節約する方法だったり、結婚で最もやってはいけないことだったり、結婚するのにベストなタイミングなど、さらにね、興味深い内容っていうのがいっぱい話されています。まあ、本編はね50分以上のものになってますので、ここで全てをお話しするわけにはいきませんし、まあね、気になる人は本編をねチェックしてほしいなと思うわけですけども、特に結婚で最もやってはいけないことであったり、そして結婚するのにベストなタイミングっていうのは、あなたの予想をはるかに超えた衝撃的な答えだと思います。この音声を聞かずに気楽に結婚してしまうと、あなたの貯金、資産、財産の全てが突然半分になってし、半分に減ってしまうかもしれません。私のない財産はそんなにないよっていう人も油断しないでほしいと思うんですよね。この選択で失敗したら、うん、財産だけじゃなくて人生が地獄になっていきます。あなたがいくら頑張っても全てが空回りしてしまうんです。で、私はすでに結婚してることが関係ないっていう人も聞いてください。あなたの大事な子供であったり、身近な人物にね、この考え方を教えてあげてほしいし、伝えてあげてほしいと思うんですよね。で、私は子供がいませんっていう人も、奥さんとこの話をしてほしいし、うん、私はパートナーいますけど子供がいませんっていう人も、もちろん奥さんとね、しっかりそのお金と向き合うっていう話をしてほしいなって思います。本当に重要な話なんですよね。うん、全ての人生が無駄になり、虚しい人生を回避するためにも、今すぐね、下のリンクをクリックしてレポートを確認して、この音声の入手方法を調べてほしいんです。このレポートを読むだけでも得します。すぐに確認しておいてください。っていうのも、このね、あなたのお金を増やすコツが書かれているレポートも、
いつまで公開されてるか、これもう予想がつかないんですね。なぜならこのレポートを執筆した神崎さんはすでにこの仙人さんの元を離れたっていう噂もありますし、しかもこのお金の守りの最新情報をシェアするファミリーオフィスを作ったこの仙人さんっていう人物も、まあ、近々引退してしまうっていう話も出てきているので、もしかしたら1時間後にはこのページが消えてしまっている可能性も、まあ、否定はできないってことなんですよね。なのであなたが最悪の選択を回避するために、回避したいのなら今すぐこのレポートを確認しておいてくださいってことで、今回の宿題報告をしたいと思います。で、1つ目の宿題は今回の話でなるほどと思ったマインドセットをインデックスカードに書くっていうことで、このインデックスカードに書いていきたいと思います。はい、ということで2つ目がといきたいところなんですが、もうすでに時間をオーバーしてしまっているので、宿題のシェアはね、またの機会にしたいと思います。それでは今日も一日お疲れ様でした。今からイメージワークでもします。それではバイバイ。